愛犬がめちゃくちゃ強力になりました。簡単に言うと各種モーションの威力が上がりました。愛犬を使う予定の方はぜひ最後までご視聴ください。ちなみに私はサンブレイクでも愛犬の情報をガンガンアップしていくので、愛犬が好きな方はチャンネル登録おすすめいたします。まずは公式からのアップデートのアナウンスを見てみましょう。軒並み火力が上がってますよね。なので今回は皆さんにおすすめできるモーションがどれくらい強力になったのか厳選してお伝えします。検証は汎用なるが体験でやってきました。まずは強タミギリです。693ダメージから772ダメージなので約 1.1 倍の強化です。混合タメギには届きませんが、入れ替え技が豊富になって強タメギの使用頻度もこれから増えると思うので、これは嬉しい調整ですね。次は強なぎ払いです。434ダメージから543ダメージなので約 1.25 倍の強化です。1.25 倍ってやばいっすよ。だって倍率で言ったら会心と同じですからね。今回はこのモーションが一番強化されていることが分かりました。強タメギーの後やジャンプタメギーの後にも使えますし、何より一番使うのはハンティングエッジの後ですね。ハンティングエッジはかけり虫も消費が一つになり、ゲージの回復速度まで上がっているので強なぎの強化も重なってハンティングエッジ一連のコンボの火力が上がり、使いやすさも大幅に向上しましたね。そしてお次は月光山です。959から1079なのでこちらも約 1.1 倍強化されてます。初心者にとっても使いやすく人気のある技だったので、こちらも軒並み強化されたので安心してサンブレイクでも使っていきますね。そして最後は新タミギーです。初撃の102に関しては同じですが、強撃のダメージが1592から1749と、これまた約 1.1 倍も強化されていることが分かりました。新タメギリは全ての武器種の中で最強のモーションで体験の象徴のような技ですが、こちらにも調整が入ったのでさらにダメージが期待できます。一矢加勢の構えの 1.35 倍と今回の調整を加味すると、サンブレイクの世界では新タメギリをライズと比較すると約 1.5 倍の威力で放てることになります。もちろん火力スキルもこれまで以上に漏れるでしょうから、一撃のダメージにも期待が高まりますね。他にも抜刀術技の回心率も上がったんですけど、こちらは 40% から 60% と軽微な変更になりました。抜刀体験はサンブレイクでもお預けかもしれませんね。それでは次回はサンブレイクの舞台でお会いしましょう。当チャンネルではチーム版の配信開始日30日の13時からストーリーをのんびり進めていく予定なので、ぜひ遊びに来てください。それでは終わります。バイバーイ。